はい、どうも、いのです。今日はですね、森田の1週間コーデ、カッコ初夏バージョンを森田の予定とともに TPO 別でご紹介しちゃいまーす。推しとデート、ギャラ飲み行かなきゃ、毎日いろんなイベントがあると思うんですけど、そんな時の参考にしてみてね。はい、まずは月曜日、場所は三茶あたりですかね。相手も場所もエモい今日は、落ち着いてるかつ、さりげなく個性を聞かせたコーデで参りましょう。足元はヒールの高すぎないミュールで、メッシュ素材が涼しげで可愛い。ハーネス付きのアメリヴィンテージのスカートで、さりげなく個性を演出。今日の決め台詞は、新曲よかったよ。続きまして火曜日、今日はギャラ飲みで小銭稼ぎしちゃいます。待ち合わせは西麻布交差点、港区女子あるある、キャスケットかぶってる。スタイルの良さを演出するためにヒールは高めでいきましょう。12時前に帰りたい時の上トークは、これから友達の誕生日会なの。そして今日のポイントはただ一つ、ノースリーニット。ノースリーニットしか勝たん。イメージは田中みな実さん。まあどうでもいいけど、拡大チュせよ。水曜日は歌舞伎ウェイヨー。今日は分かりやすくブランド名を主張していきましょう。ロゴを前面に押し出して区役所通りを歩くのです。ピエンたちは後底履いてますけど、ここはあえてスニーカーでこなれ感を演出。いつでも脱走できるように、カバンは小脇に抱えておけるものが良いでしょう。このジャージは AKB の指原ちゃんも着ていました。パームの T シャツは若い男の子からの受けがとても良いです。今日の決め台詞は、やーいお前の担当鬼枕。木曜日はハッピーチリングシーシャデー。薄暗い店内に溶け込める気張りすぎない格好でいきましょう。あ、この前に新大久保でサムギョプサルを食べてきた設定です。ドクターマーチンは大学生バンドマンからも支持が熱いですね。ティーホリックのセットアップは上下バラバラでも使えておすすめ。え、今月お金厳しそう。3万振り込んでおくね。花金は若手起業家集団とバーベキュー。仕事終わりに夜景が見える屋上で肉を焼き焼き。ひらひらスカートは火が燃え移りそうだし、デニムでカジュアルに行きましょう。ロゴが隠れとるがな、ソールがフラットな厚底サンダルはカジュアルなシーンにももってこい。ローズバットのデニムロンパースはハイウエストでスタイルがすっきりよく見えちゃいます。この帽子あまり似合わないから被ってないんだけど、特別に被らない。今日の一言は、え、上場するんですか、すごーい。休日初日は旧友とテラスランチ。自然光に映える白のトップスで参りましょう。表参道のテラス席あるある、犬連れたインスタグラマーいがち。トップスが甘い分、デニムで引き締めてヘルシーに見せるのがポイントです。エモダのスキニーはとても形が綺麗で、スッキリと全身を見せてくれます。こういうね、背中がアミアミになってる服可愛くて森田よく買います。え、商社マンの彼氏できたから遊べない、この裏切り者が。一週間の締めは愛しのママとディナー。露出は控えめで健全に育った娘っぽくいきましょう。あー、ママお待たせ。ママ足元はヴィンテージショップで仕入れたフェンディのミュールで、これめっちゃ歩きやすいんですよ。バッグも柄物で合わせてみました。リリーブラウンのワンピは1枚でワントーンコーデっぽく仕上がっておすすめ。ママ最近いい人いたって聞いてくるのだけ勘弁してな。以上、森田の1週間コーデでした。参考になったかな。それでは皆さん、 Have a nice week。私がせけ騒がせてるの You know、 金は金で同じ価値だよ You know、 汗水垂らして時給稼ぐ苦労よりもコスパ求め攻め込むプロ。